うわぁ、正式なルールを詳細したいなと思います。平均台の技、カッコカッコ、いいスコア、いいスコアがあって、表現力とかもある。はい、で、秒数もあるんだよね。はい、何秒ぐらい？1分半。意外と長いね。男子の床で75です。惜しくも90あるな。じゃあ、まあ正式なルールです。で、僕ら男子平均台なんてできないじゃないですか。だから、その表現力の部分とか、まあ、できる技をやってもらったりとかして、ゆうなちゃんに採点していただきたいと思います。おー、はい、それで順位を決めて勝敗を決めていけたらなと思います。はい、はい、何点満点ですか？10点満点でいきましょうか。分かりやすく10点がマックスでいきます。はい、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 言うたら演技だから構成を作っていただきたいわけです。追加で5分だね、練習しようか。短かったらじゃあ追加でいい。そうだね、まあ、ちゃんとしたものを出したいから。あ、そうだね、ちゃんとした演技ね。うん、練習していきましょう。はい、はい、順番先決めます。決めます。最初はグー、じゃんけんほい。最初はグー、じゃんけんほい。はい、いかがでしょう。これね、2で3一応頑張ってんの。1で。お、じゃあ僕4で。オッケー。じゃあ練習していきますか。うん、はい。マジでさ、マジで知らなすぎて何をしたらいいか分かんない。技はね、できないから。まあ、やってくれたら多分ゆうなちゃんもポイントあげてくれる。そうか。まあ、面白いとかもいいと思うし。確かに。まあ、見せること。うん。表現力。オリジナリティもね、うん、大事にしていきたいね。ちょっとカンニングしよう。1点満点だよ。1点満点だよ。うわ、なんか変な緊張するね、これ。落下しなかったら勝ち説だよ。落ちないのが大事。審判が分かんないから。そっか、加点えぐいかもよ。体操的にはね、うん、落下しなかった方がいいけど。そう、ゆなちゃんが手挙げたらメイクスタートお願いします。おっ、you
サムネになってる。タイムは？いいっすよ。あ、もうタイムは。わあ！喋らない？ついてないでしょ？見ない？ちっちゃいでしょ？そうなの？終了。おお、減点ですって。初めて知った。ありがとう。ありがとう。ありがとう。教えてくれてありがとう。しかもアルナちゃんの中ではでっかい減点らしいよ。言ってんだよアルナちゃん。ちょっとガヤ多いっすよ。応援ですけど。応援ですか。応援です。トライマゴンでやる。ありがとうございます。点数が基準点になりますからね。うん、難しいな。フィーリングで。あれ響いた、つま先がまずヒーリングじゃん。8.1 完全にだから言ってたもん今。これ基準だからね、ちょっと分かんないね、まだ、うん、お疲れ。すごい、よくこんな演技になったね。まずちゃんと演技だった。すごい、どうした。いや、それ舐めてる。申し込みの時点で。じゃあ2番手、はい、いきます。やばぽい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 。やる？これ。やらない。やらないかい。メンズなんだよ。まだメンズなんだよ。ひげ生えてるから。減点だよ。減点？減点ガチ。男性ホルモンがちょっと。上田ちゃんが手を挙げたら、スタート。お願いします。あ、怒られるんだ、帰ったら。怒られるよ。あ、ぽい。いいよ。えらいよ。やばい、この競技やばい、いつでも落ちれる。ね、
チャンス引っ張ってるね。いや頑張ったよ俺は。3.5。違う。ゾのターンとか見てた。結構いいシーンあったけど。身落ちが響いてる。身落ちがだいぶ響いたんか。身落ちしてなくても3点ぐらい。ヒカルには勝ててたよ。ヒカルのあの後ろのちょんちょんの変遷とか。俺も全中1回練習してたし。ああ。えぐい。心配としてあるの。覆る？覆る？3.5。まあまあありがとうございます。よく最後までやりました。健康盛り健康盛り。その対象は私しだこがします。ガンバです。しだこガンバ。はい。お先生いる。先生頑張ります。はい。先生が見える。こっちで大丈夫。これバカ緊張してね。はい。まだ心拍上げてねえよ。やばい。あれ俺のやつか。怒られてるわ絶対。勝手に手上げたぞ。ありえない。はい。お願いします。やばい。ここからまた。スタートやめ。もう限定あるぞ。おお。一応だからね。まああと地味に逆測点っていう。あ、そうだったんだ。そう。気づかなかった。気づかなかった。良かった今。でも落ちてっからね。そうでも。同じ技2回やっちゃいけないんで。あら。あ。まじ審判にチッチッチッちょっと良くない。煽ってたんですよ。煽ってた。あれあんま良くないじゃん。でもつかなきゃいいんだよねあれは。あそう。まあ減点ではないかな。煽りっていう。8点。9回9回7。わーすごい高い高い。まあでも暫定1位おめでとう。素晴らしい。はい、おめでとう。はい、おしゃまーす。たるめ、なんか髪型も急おぎり。みきこがんばはーまーす。指男子でみんなあこじなんだ。いけるよ。なめ回してる。頑張れ頑張れ。おっすごい。顔減点だ。ナイスナイス。いいよ。いいね。いいよ。あ、やばい。いいよ。回そう回そう。回そう回そう。おっ、ちっちゃい。入れ替えた入れ替えた。おぉ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 いけるいける。おぉおぉいけるか。おぉおぉすごい。力技みたいになってる。
やるよ。はい、前前。大事。頑張っ。頑張っ。おわ、ゴール。よし。落ちない落ちない。お、ぽいかも。寝てんのやばい。手が合いの。そんなポーズだったっけ。最後まで。またやる。使っていいよ。天才いる。天才が。いやー、いけるよ。落ちてないからな。すごすぎる。隅々まで。いけるよ。最終演技者。やったー！やったー！さすがにね。10点出たよ。やったー！優勝しましたー。すごいんだけど。遠藤ってまた2つできた。仕事ね。2ポイントいっぱいあったね。やったー！天才。疲れました。それでは、はい、皆さん演技が終了したということで、はい、順位の発表よろしくお願いします。じゃあ、お願いします。4位、はい、5位、パス。頑張りました。これすごかったでしょ。すごかったね。技も入ってたし、ザもすごいでしょ。ザもすごい、うん、今日 3.5 だ。辛すぎる。辛かったね、だいぶ。はい、うん、ガルクだ。はい、ちょっとあのトントン痛かったね。トントン減点だったんだね。知らなかった。でも新しい知識。そうだね、確かに知らない人多かったかもしれない。俺だってよく見ると思ってたもん、あの動作。よく見るから入れちゃった。うん、そしたら減点、そしたら減点でしたかもしれない。2位バック。歩きがたくさんあってね、手美しかったもんね。めちゃめちゃ往復してた。そうですね、やっぱ使えるもの使っとかないと。なんかあったっけ。別に無理にこれ1位だけど、たくさんなんか思いする。あんまりもう言わなくて大丈夫。じゃあ1位お願いします。ビットさん。10点満点ですから。でかい。見たことない技いっぱいあったし、そこ使うみたいなとこも使ってたし。これぞ表現力ですわ。平岩審判のミヒトさんの演技の一番良かったポイントは何なの。これ使ったのが面白い。ああ、使ったね。使う人いないと思うんで、今回使わせていただきました。確かに、こいつも喜んでるかもしれない。初めて使われた、支えるだけじゃないんだ。最後に、ちょっと、ルーナちゃんのね、平均台の動きだったりを見て、終わりたいなと思います。うわぁ、これは素晴らしい。うわぁ、めっちゃ負けだもんね。そうなの。ないよ。美しさとかも違うと思う。最近ガチらしいからね。やばっ。上がってくる。どんどんプレッシャー。お願いします。お願いします。頑張れ。うわ、プレーズだね、柔らか。甘くね、今グラフィックは。おお。あ、これね。誰もやったかった。やんなかった。できない。あれ、今睨まれた。俺ぐらい歩いてるじゃん。めっちゃ歩いてるじゃん。でもすごかった今の技。綺麗。いや、全然違うよ。あ、側転か。おい。
で戦えないって。どうやられたら意味もわかんない。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。